やっほー、こんばんは。こんばんは。あ、待って。あー、こっち？こっちか。私がこっちに行けばいいのか。あー、どうしよう、名前のやつが映らない。こうか。こんばんは。は、そう、今日髪の毛をね、ポニーテールです今日は。そう、今日久しぶりに、あ、昨日は公演ありがとう、ありがとうございました。昨日はね、大人になる前でに、大人になる前にでした。夜、久しぶりに夜はショールームしてます。ずっと朝やってたからめちゃくちゃ久しぶりな感じがする。岡村さん発見？嘘、どこにいるの？ももちゃん、あ、いた、2列目ね。そう、こう、よかったよ、ありがとう。ポニーテ見せて、見える？でもめっちゃ低い、めっちゃ低いですよ。そう、こんばんは。あ、やっと見れた、ありがとうね。そう、いつもそうだったからね。お出迎えありがとう。あ、ありがとう。ごめんなさい、見つかってしまった。ももちゃん、コメント読めたよ、ももちゃんの。ありがとう、毎回見てくれて。あ、毎回じゃないか、朝はいない。あ、ペンライトありがとうございます。マシュマロもありがとうございます。今あれか、あれ、ホワイトデーのやつ。昨日見送りで、そう、ペンライトね、ありがとうございます。そう、ありがとう。あ、明日夜公演行くよ、ありがとうございます。そう、明日もね、昼夜で前座に出させていただくんですよ。久しぶりの昼夜公演の前座に出させていただきます。両方は久しぶり。なんか、そう、2月のね、23とか以来かも。私はなんか1日公演の日解禁症なんですよ。昼夜の日あんまりいないかな、私は。明日は昼公演行くよ、ありがとうございます、嬉しい。その日に行けないの本当しんどい。DMM でね、見てください。そう、明日前座めっちゃ緊張します。もう心臓がバクバク。本当に緊張する。前座まで緊張する、緊張しますよ、もちろん緊張しますよ。本当に昨日もめっちゃ緊張しました。そうそう、なんかね、私ね、昨日の朝のショールームでくら寿司のちいかわコラボ今日からですねとか言ったんだけど、今日からじゃなくて、あ、昨日の今日からじゃなくて今日の今日からで、そう、今日もね行こうと思ってたけどね、結局行きませんでした。こっちまで緊張してきた。緊張しないで、なんで。なおちゃんのサリムダレがもらえるから、もちろん。あ、そう、もちろんですよ。明日は DMM で完成します。緊張します。なんでなんで、みんな緊張しないでいいんですよ。私がね、私が、そう、ちいかわ好き。そう、ちいかわね好きなんですよ、うさぎが好きなの。あ、さおちゃんびっくりマークがすごい。二度目まして、二度目まして、配信来てくれてありがとうございます。そう、あ、そうだ、昨日でしたっけ、コンサート、スプリングコンサートと真日向さんの卒業コンサートの先行の抽選でしたっけ、当落か、分かったですよね、昨日か。うん、どうでしたか皆さん。亀戸籍当選したよ。すごい、取ってほしい。あー、落選しちゃった。あ、当選当選、夜渡った時夜忘れた。あー、すごい、結構
半々ぐらいかな。昼夜当たってよ、すごい一般ですよ昼夜当せ、すごい亀戸関、すごい会社か、あすごいすごい、みんな結構当たってる人が多いのかな、すごいです。ぜひ亀戸関ね、どういう感じなのかわかんないんだけど撮っていただけたら嬉しいですすごいまさか当選するの、そっか、そうなんですね、グッズ付き当選すごい、最前エリアの人外れるかも、そうなのか、なるほど、昼の最前エリア夜は一般で当たった、すごい、どっちもね、すごいですね、県民会館は A 博ね、すごいそんな大きいねステージにね立たせていただけるのでね頑張ります本当に頑張らないとなって思ってるんですよ、頑張るんですけど、思ってるっていうか頑張るんですけどすごいマシュマロありがとうございます。サホちゃん的には絶対来てほしい、来てほしい、でも外れちゃうのはねしょうがないから、しょうがないっていうかね、辛いですよね、私もライブ外れた時とかもう本当にショックすぎてっていうことがあるのでね、2階席でも結構よく見えるのが県民会館のいいとこ、そっか2階席でもあれですよね、 2階席だと 2段目のところとかよく見えるってそうちゃんから振るから見つけてね、見つけます、ありがとうございます、一般枠で絶対当てる、当ててください、昼夜外れて終わりました、そっか、あ外れちゃう、俺も競馬外れた隠しよ、確かに確かにってかやったことないけど、一般枠にかけます、かけてください、頑張ってくださいっていうか、なんていうかもう運ですもんね、そうねえ、カメラ2台持ちで大変ですけど楽しい、すごいカメラね、頑張って写真たくさん撮ってくださいねうん、今回は買ったファンだから次に期待します、確かにまだね、サホちゃん可愛いからすぐ見つけられる、優しいね、ありがとう、嬉しいありがとうございます、サホちゃん枠とかないの、ないねないな、それは、なんだっけ、何の話しようとしてたんだっけな、違うアルコンでちゃんとした衣装を着るの初めてになるかもね、確かにそう、衣装ね楽しみです、衣装を着るの、いろんな何が着たいかなねえ、衣装は本当に楽しみ、可愛い衣装着てもうレッスン始まってるの、コンサートはまだかな配信夜は難しいの、明日もね夜やりますよ、この時間から8時40分から、どの衣装着てみたい、やっぱり時衣装かなね、サホが舞台袖からステージへ早足で登場するところが可愛いですありがとうポニーテ可愛い、ありがとうね、ポニーテルあんましないけど珍しくそう4期生 MC 誰やる、ももかかそうだね、ももちゃんにやってもらおう、もしなんかあったら丸投げ毎日配信お疲れ様です、話すネタはどう仕込んでるんですか、どう仕入れているんですか、私は結構コメントに頼りきりなとか言って、昨日は自己紹介でサホちゃんからって言わなかったね、いや同じさ下りをやってもあれじゃないですか、まずはナギちゃんからはもうナギがやったから、私がやってもさ、なんかあこれこの前も見たなって
なりません？まずはさおちゃんからって言ったら、あ、これこの前凪がやってたやつじゃんってなっちゃうかなと思ってやりませんでしたそう、そうなんですよ、わかるわかる、え、ですよねおしゃべり上手、優しい、ありがとうもう優しいね、考えてるね、あれは笑い起きてた、起きてた、そう、ナギのやつはねめっちゃね面白かった、まさかね、あれは なんて言うんだろう、まずは私から自己紹介をさせてくださいとか言うのかなって思ったら、まずはナギちゃんからって言うから、もうびっくりしちゃって、メール見てるよ、ありがとう、メール、そう、昨日の朝と今日の、ん、昨日の夜と今日の朝送れなくてごめんなさい、ちょっと送れなかった、本当に申し訳ないなんて思ってるそう、メールはなるべくね毎日朝送りたいなって思ってるんですけどね今日送れなくてごめんなさい、こんばんは、すごいたくさん、なぎちゃんやっちまったかって思ったらしい、え嘘、まあ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 確かに、でもまあ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 、もう終わった、終わってしまったことなので、うん、こんばんはね、明日前座めっちゃ緊張する、ずっと言ってるけどそう、モブめっちゃダメですよ、優しい、ありがとう、返信もねくださって本当にありがたいです、全部読んでて、そう嬉しいですよ、返信来てると、あ、返信来てるってなってなんかね、あれ、なんか言おうとしたっけ、そう、揚げパンは好きですか、揚げパンは好きですか揚げパンは普通ですね、でも小学校の時は、今はパン好きなんですけど、本当に小学校の時の給食はパンが嫌いで、その時だから揚げパン減らしてましたでも今は好きです、美味しいパン、そうだから普通かな、家から配信されてるんですか、そう家からです、月はさほちゃんが一番可愛いよって言ってみようかな、え、嬉しい、言ってほしいかもね、なんとかちゃんが一番可愛いよって、昨日の前座すごかったすごかったです、あれ返信楽しい、ありがとう、明日はさおちゃんよく見たいから両席期間お願いします、頑張りますね、受付の時も知ったら、プレイリストめっちゃ聞いてます、白キャンに推しがいたら教えてください、そうですね、真っ白なキャンバスさんは推しか、誰だったっけな、ちょっと待ってくださいね、ちょっと見ていいですかちょっと見ていいですか、なんかね、なんかめっちゃそんなにすごいすごい詳しいわけじゃないんですけど、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね、鈴木エマさんってわかりますかね、が好きです、好きなんか可愛いなって思ってますすごい、待って、にわかすぎる、そうなんですよ、にわかなんですよ、そうでもね曲は聞くんですけど、そうなんですよ、すごい詳しいわけじゃなくて、うんでもそう、あ、今回 LINE ミュージック加入しました、ありがとう、嬉しい、聞いてくださいね、今回はアイドルソングということで、いろんなグループのアイドルさんをの、いろんなグループのアイドル、いろんなグループさんの曲を、そう48タイムズかな、のインタビュー記事読みました、星になっちゃうんだね、コメントが、晩ご飯食べた、今日食べてないです、あ、今日食べてないです食べます、食べますよ、これから
お腹すいたら食べます。ご飯は私はお腹がすいたら食べるスタンスです。何時に食べるとかじゃなくてまだ食べてない、だからお腹がすいたら食べようかなって思ってます。毎日配信8日目、あ、もう1週間やってるのか、わあすごい。わ、昨日スイスイさんとお話できたみたいだね。そうなんですよ、なんかね先輩がね声かけてくださって、昨日たくさんなんかありがたいですよねそう、優しいですねよね、優しいですエマちゃんキャラ強めで面白い。そうなんですか、そう、なんかお顔が好きでそうなんです、そうなんですよ。でもなんか LINE ミュージックのプレイリストは割とこう明るい順にこうやってったつもりなんですけど、明るめからこう、でもまあそんなことないかな、でもまあそういう感じでだんだんしっとりさせていくみたいなイメージにしました。順番は押してもいいですか、押してほしい、嬉しい。それじゃあ1日5食とかもあるの？5食は、あーでも5食5食はないかな、朝あんまり食べない派だから昼夜とかはあるけどでも食べない時は食べないのでね、大丈夫なんですよ、バランス取れてる。そうそう、順番にもちょっとこだわりがあって、そうなんです。そう、なんか学校の卒業って感じの曲とアイドルさんの卒業って感じの曲を入れてていろいろね、西方さんとツーショットってもらった、ツーショット見たい、まだね撮らせていただいたことはねないですよないですね、もし機会があればシャホちゃんに名前言うと分かるかな、分かるよ、多分てか分かります。夜2食さすがにね最近はないけどね、昔ありました。おやつあんまり食べない、チョコめっちゃ食べちゃうかも、最近仕送りで、いや待って、ももちゃんからさ夜2食私はありますって来たんだけど、あ違う、そっちじゃないか、どっち、西方さんとのツーショットを撮ったことがあるの方かな、多分そっちですね、どっちだろうすごい、どっち、ももちゃん送っても一回 LINE をおやつあんま食べない、最近そう仕送りが届いて板チョコが届いたんですよ、大量に板チョコなので食べてます今日帰ってきてから板チョコのツーショットあります、あ、西方さんとのツーショット、奥村ももかちゃんはあるそうで、なので奥村ももかちゃんにそうですねお願いしますとそうなの、そうそう、何の話してたっけ、忘れちゃった、O 型っぽいね、そう血液型わかんないんですよね、 A か O なんですけど、私的には A かなって思ってるんですけどね、 O 型っぽいかな。タオちゃんってジャージャー好きになっていくタイプだね、もうトリコさんって、ありがとう嬉しい。新潟味噌ラーメン食べに行きましたか、最近ねラーメン屋さん行けてないの、行きたい、そういえばもも豆取り始めました、ありがとう嬉しい、送りますね、送ります、今日もねこの後あと3分です、キャー、配信とメールで名前覚えてる、覚えてますよ、返信毎回してくださってる方とかリアルコメントですけど、そうももちゃんのね直接来るからねそうそう、ももちゃん西方さんとこの前の5日かなの日にお揃いな髪型で可愛かったです。でチョコは食事に関係しないタイプです、それは私もそう、炭水化物取ってなかったら食事じゃないのでね、 A 型が優勢だから A 型かな、確かに、ももちゃんここにコメントしてよって来てるやばい、え時間、嘘だやだ、じゃあスクショタイム、やだ、ピース
明日前座頑張りますね。ああと1分ある。明日そう、明日前座よろしくお願いします。昼夜お願いします。楽しみにして。あと俺は認知されているもちろんね。そう、昼夜行きます。ありがとう、おやすみなさい。頑張ります。明日も緊張してますが頑張りますね。ありがとうございました。おやすみ。来てくれてありがとうございましたバイバーイ。